ドリー追加で金の剣救われる。あ、ドリーってヒーラーなんだっけ。ヒーラーだね、確か。あー、今まで確かにゴミみたいな武器だったけどな。金の剣どれだっけ。デブの剣です。どれだ、これか。金の剣 HP が伸びる時点で使い道ほぼなかった両手剣だけど、ドリーはヒーラーなんだよね確か。それだったら回復力が増すから金の剣使う時もあんのかな。いや、だとしても金の剣レベル上げたくはないよな。金の剣に仕上げ用魔法を使いたくない。素材使いたくない、正直。仮にそうだったとしても、ドリーに金の剣使うよりは祭礼とかそっちの方を使えばよくないかな。どうなんだろう。正直、いらないと思う。多分だけど、ドリー元素爆発80なんよね。ヒーラーは基本的に元素爆発80だから、まあ、バーバラしかり、リオナしかり、ジン団長しかり。あ、ココミンは70か。あの、爆発基本的にヒーラー重いし、まあ、元素スキルがどんなもんかわからんけど、まあ、祭礼でスキルクルダムリセットしてバンバン使えるようにした方が強くないかな。なんか、羽の剣、弱いよ。正直、HP 使うキャラが来たとしても他の武器の方が強いとしか言いようがないな、って思います。